どうもジャルジャルです。さあ今週も始まりましたジャルっとばかり。よいしょ。今回はここばかりベイタウンでお悩みを解決していきます。来ましたねベイタウン。この番組は千葉を盛り上げようを合言葉にジャルジャルの2人が各地にアポなしで突撃。千葉県民が抱える悩みを2人がその場で体と笑いで即解決し、悩みが晴れた分だけスタンプを押してもらい、たくさん貯めてゴールデン進出を目指します。そして今回もこの方がゲスト。この方です。うれしい千葉盛り上げてくということでやってきました、お笑い界の、人です、ね、BKB ことバイク川崎バイクですけれども、そうまさに BKB バイクが来たよ、ベイタウン BKB。 わやってきたのは千葉県千葉市にある幕張ベイタウン。前回番組で知り合ったお母さんたちとまたもや遭遇。今何してたの？カーリングを始めたんですよ。練習してて今ほんで今もぐもぐタイムしてた。たま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 。うわすげえ。皆さんが通われているマットピラティスを体験。マジできつかったね。ちょっと待って。おい、逃げみ、逃げみ、そう、今回の息子おんねん。いやありがとうございました本当に。ありがとうございました。いい運動になりました。いや素晴らしい。いやあの前回もね聞いたとは思うんですけど、このお悩み相談番組なんですよ。なんか新たなお悩みなんかできてたら、そうかそうか、僕ら解決しますけど。どうしましょう。え、なんかないですか。やるでしょう。確か1年前あれですよね、キムさん娘さんが反抗期かなんかで、はい、僕ら V 撮ったんですよ。お母さんに優しくして感動して泣いてました。やりました。やりました。じゃあ効果ありましたか。ありました。素晴らしい。1週間ぐらい。1週間か。1週間だけ今中2なんでさらに最近どうですか。中二病ですごいんですよ。あ、さらに反抗期か。まあでもそれは年が経てばね解決する。そうですね。今解決したい。意味ないよ。それ言い出したら。何でもそうや。今解決したいのよ。18ぐらいに。一年前横田さん何言いましたっけ。子供が反抗期で。あ、そうでしたっけ。子供が反抗期で。あ、そうか。あの時も撮りましたっけなんか。撮りましたね、あの動画を歌を。あ、そっかそっか。はい、あ、私は反抗期の歌。私は反抗期。CD 化してますよね。もうね。そうですよね。CD 化。いや、でも反抗期に見えなかったですよ。お母さんと一緒に歌ってたじゃない。即興ソングをお母さんと一緒に二人で歌ってて。仲良しや。仲良しなんだけど、たまにちょっとおかしくなっちゃう。まあ思春期ですね。健全なんですけどね。なかなか歌わないですよ、高校生で一緒に歌う。ね。また癖の強い感じでね。あ、わかります。わかります。お母さん見てたら。ありがとうございます。見てない、褒めてない。新たな悩みないですか。何でもいいですよ。何でもいいですよ。ご自分のことでもいいですしね。自分のことでもいい。何でもいいです、マジで。妹の宣伝とかしちゃって。妹なんですか。全然宣伝やったら何でも。妹が先週お店を出したんです。あら、なるほど。どこでですか。北九州の方で。千葉テレビ。千葉でしか放送されへん。でも宣伝しといてって言われて、作ってもらう。ああ、じゃあ何のお店ですか。雑貨のお店なんですけど、はい、ロコマートっていう雑貨のお店なんですけど、はい、なんかちょっとなんかあれですか、あのおしゃれなアクセサリーとか、はい、アクセサリー、うん、なんかこう雑貨、雑貨ね、食器とか、ああ、うん、なるほどなるほど、ガーデニング商品とか、ほほほほ、うん、北九州に住んではるんですね。そうです、小倉に住んでます。あ、なるほどなるほど、はい、小倉のロコマート、ロコマート、ロコマート、はい。じゃあちょっと宣伝しますか。いいですか。うん、じゃあ CM 作りましょう。そうね。はい。どうする？え、これすぐ作る？そんなすぐできます？CM なんか、うん、どうする？どういう構成でいく？俺？新俺？嘘でしょ？まあまあ小倉でしたっけ？小倉のロコマートにみんな行ってもらえるようなその映像を撮ればいいわけ。ロコマートに BKB ぐらいは作りますよ、じゃあ。あ、それいける？そう、はい、そういう。もうできてる？もうで、2個できてます。あ、じゃあ、おー、はい、すごい。BKB がほんまにピンで出てるこの地方 CM 系のやつ作る？じゃあ、あ、うん、で、ロコマートお二人は、俺はその BKB 一回だけ聞かせてもらっていい？
どれですか？あの、どれでもいい。あ、言うってことですか？そう、だからロコマート。ロコマートは本当におしゃれないろんな雑貨がありますっていう、はい、便利で可愛い、物体が売ってるみたいなとか、とかですね、はい、はいはい、いいっすね、いいっすか、うんうん、はい、じゃあロコマートっていう店だけは知ってる、うん、でロコマートっていう店どんな店って聞く、何の店かわからんの、で便利な、可愛いあれ雑貨が売ってるよ、便利だからね、物体が売ってるよ、BKB ヒアみたいな。え、ロコマートはじゃあどこにあるの、うん、どこにあるの、場所は小倉という場所、BKB ヒアですね、すごい、はい、すごい、うん、まあまあすごいだけですけどロコマートの広さはどれぐらいですか？ロコマートの広さはちょっと、勉強不足BKB ヒア知らない知らないよ、はい、おすすめ商品は何？おすすめ商品は、そうですね、ぶっちゃけ、かわいい、瓶売ってます？かわいい瓶いけるねこれ多いなだから全員聞いていくからで聞き終わって全部 BKB で答えたとそのバイクっぽいこと言うんで全員でバイクだけにブンブンっていうね、で皆さんロコマートへお越しくださいで辻くんがロコマートどっからどっからの声なんですか、ね、いや、ええ声してんのよ。あ、そうなんすか、いい声だった。本当は何の人ですか？ AD さんです。 AD さんが、はい、あ、ええ声してるAD にするには惜しい声してます。すごいな。よし、じゃあ行きますか、はい、いやロコマートって本当にいいお店なんだよね、うん、ロコマートってどんなお店ですか？ロコマートかい？ロコマートはいろんな雑貨が売ってる店なんだよ、いろんなものが売ってる、そう、便利で可愛い物体が売ってるよ、ビガビヒーヤじゃあおすすめ商品は何？おすすめ商品はそうだね、ぶっちゃけ可愛いビーンだね、ビガビヒーヤそうそうそう、ガーデニング用品とかありますか？ガーデニング用品もちろんあるよ、バラも育てれるし、カーネーションも育てれる、物があるよ、ビガビヒーヤそうそうそう、オーナーの名前は何ですか？オーナーの名前はそうだね、美人な、可愛いリコちゃんという人だよ、ぶっちゃけビガビヒーヤ頑張れ、ね、犬は誰がですか？犬はいますか？犬はいますか？飼ってるんですか？ロコスケ、ぶっちゃけ飼ってるよ、ロコスケという犬、ブルドッグかな？ビガビ！ヒーヤ！頑張れ！頑張れ！ヒーヤ！看板の色は何色？看板の色は何色かな？赤、紅色の看板、ビガビ！ヒーヤ！お店の色は何色ですか？お店の色は何色かな？ブルーか、あー、バリかわいいブルーね、ビーカビー、駐車場はありますか？駐車場はあるんだよね、これがだからバンバン車で来てバイしてくれよな、ビーカビー、ロコマート。しんどい。すごい。しんどいしんどいしんどい。ありがとうございます。いやいや全部教えてくれたから確かに。いや教えてなんかたまたま B で始まるブルーとか教えてくれたんです。あとあと一人目のテンション変でしたよ。そのすごいすごい。いや対応してたから。一人目から うるさすぎたから。すごいすごい。ちょっとこう役立ったなと思ってもらうだけ、皆さん何個ず何個でもいいんで、はい、ここから。じゃあ、はい、行きますね。はい。今日猫どうしたんですか？あ、よく気づきましたね。すげえ。さすが。持ってくの忘れたんです。あら。誰が誰が辻君が。辻君がダメだよ。猫持ってこなきゃ。マスコットキャラ。皆さんにスタンプを押してもらい。はい、ありがとうございます。なんとこの1回だけで35個のスタンプをゲット。ありがとうございます。いやたまりましたね。いやよかったよかった、たまったたまった。あーあー、いやーなんか背中に書いてるやん。何？
あなたのお家におじゃるしますと。なるほどな。前ね、ウコンさんち行かしてもらって、それこそキムさんちも行かしてもらって、行かしてもらいました、はい、まだおじゃるしてない家あるな。え、これおじゃるできるんですか。できるね。意外とできんねん。あんまできないでしょ、急だって、急でしょ、今日だって集まったの。この間も急やったもん。前回も急でした。急でした、ね、え、今日も申し込みゼロなんですよね。ゼロですね。まあもう、ウコンさんちする。うん、行かしてもらおうかな。来る。行く行く行く。息子さんはちなみに学校ですか。もう今日ね、4時半だ、5時。あ、そうそう、まだあかん。そうか、会えないですね。ウクレレあります。ウクレレ、ウクレレはあるけど、行きましょうよ、じゃあ。なんか僕初めてですし、だからまあお散歩がてら歩きながら喋りながらみたいな、ちょっとじゃあ私30分もらってもいいですか。またや。また片付けの時間。だって今日来るって思ってないのでちょっと帰り。じゃあ、まだ30分の間じゃまだギフさんちお邪魔して BKB メイクして。あ、メイクしてもらってたんですね。メイクしてもらって、僕とメイクしてもらって、はい、メイクでも今日はやめとった方がいいよな。今日はやめとった方がいいかもしれない、うん、いや僕あの後夢に、うん、なんか綺麗な女の人出てきて、あんで俺これ誰やったかなと、なんか知ってる人やなと思って、で2日連続その人が夢出てきて、うん、でなんかもう会ったことない人よりなんか見たことあるし、はいはいはい、で好きだと思ったんですよ、うん、夢の人女性に。そうすごい話、誰やったかなと思って、で3日後ぐらいに、あ、あれキムさんやった。夢に2回2夜連続でキムさん出てきたんです。え、メイクしたら好きさせるみたいな。そう、この距離でさ、こうやるから。そう、悪魔のメイクやもん。じゃあ BKB は全く BKB にはしたくない。したくないしたくないってどういう意味なんですか。あんま好きじゃって、どういうこと。なんでしたくない。したくないってみたいな。分かんない、じゃあ用意しといてもらって、はい、その間適当にもうブラブラしながら他の人の、ね、お悩み解決しときますんで。音きます。はい。じゃあ通話を人を右近さんち行きましょう。はい。集合で。ね、通話を人。はい。ありがとうございました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 。え、なんやこれ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってください。すみません。これ僕の靴なんですよ。どうした？くそ。これ BKB の靴やんな。そうやな。BKB 後輩やんな。まあな。すみません。俺の靴真っ白やんな。まあな。いや、これ多分スタッフさんがこれ脱ぐときに踏んだよな。いや違う誰か蹴ったんすよ、パーンって。別に俺がこうやって脱ぐわけないっすやん。誰か蹴ったんすよ、パーンって。ほんまやろな。と思いますけど、俺だってここでグッて してないっすもん。そのグッて。ほんまやろな。うん。そのどけないんすか。ずっとこのこれで現場検証よ。ここに靴跡がついてたら、あー、それは問題ですよ、確かに。そしたらもう踏み台にしたっていうことやもん。めくるで。はい、怖いな。大丈夫っすよね。ついてない。切れてないみたいな。よかったよかった。よかった、うん、何でもカメラ回すの。この後ベイタウンのとあるネパール料理店に潜入。いやーほんま、なんかこの、はい、ウコンさんにパワー吸い取られてるんですよ。なんかどっと疲れんのよ、ね、なんかわかんないけど途中からウコンさんより頑張らなってなんか思いましたから、ね、なんでこんな感情になってるんだろう。ほんまに冗談抜きでさ、はい、ウコンさんと絡んだ後って、うん、さんまさんと仕事した後と見てない。このエネルギー吸われる感じ。なんかめっちゃ疲れてんのよ。多分持っていかれるんですよね、多分。なあ、はいはいはい、パワーあるよな。パワーある、パワーある。すごいゲスト一発目でな、来たてであのキャラと出会ってもらったら、あんな食われると思わなかった。焦るよな。焦りましたよ。俺喋ってるんかな今回。見てる人はほんまに細いから線としか思ってない。いやいや、線に見えるわけない。いくら細くても線には見えないでしょ、その、うん、ちょっと行こう、うん、ちょっと通常状態に一回戻そう。はいはい、そうですね。あ、美容室や。あ、俺美容師やってたんで。元美容師。はい、元美容師です。こんにちは。シャンプーさせてくださいよ、ね、BKB にまだ髪切ってもらったことないわ。あ、行きます。いや、場所借りて。はい。そんなことできない。こんにちは。これ仕込むじゃないから多分無理でしょ。それ千葉テレビなんですけど。こんにちは。ちょっと取材いいですか。今お客さんいる。あ、そうですか。あ、残念。すいません。あ、お客さんですね。かっこいいくなってね。かっこいい切り立てや。ボーボーの髪をバッサリね。 BKB うまいな。僕過去美容師なんで BKB おー、うん、
や本当髪とかねシャンプーとかさせてほしいですけどね、やっぱ美容師やってたっていうのが芸人になってからそんな生きてないんで、そのあそうか、あんま有名じゃないもんな、仕事にあんまなってないんで。確かに、せっかく持ってる技術なんで、機会があったらね。何年ぐらいやってたんだっけ。まあ、まあ言うても3年程度なんですけども。そうやってじゃあシャンプーだけじゃなくてもカットまで行ってた。カットまでギリ行ってやめました。なんで一応スタイリストとはなったんですけど。ずっと芸人になりたかったの、まあ、いや全然そんなわけないです。だったら美容師なんでやるんですか、そんなわけわかんないわけわかんない。どっかで芸人やりたいな思いながら美容室あ、じゃないです、全然思わなかったです。あ、思わなかった。はい、でも地元の連れが美容師の3年目ぐらいで誘ってきたんで、うん、NSC に。あ、そうなの。はいはい、それでノリで行っちゃいました。はぁ、そしたら今こんなことになってジャルジャルさんと待ちぶらできるようになりましたよし、ちょっと本気出すか。え、あるんすか。行こう。そういう意味どういう意味、深く被るってことですか。あ、そうそうそう。あの犬の散歩の人とかね、意外と暇ってことでしょ、犬の散歩してるってことは。まあそうやな、うん、急いではないね。ね、え、犬アレルギーなんでしたっけ。え、違うよ。あ、違うなんでなん。それはなんで。あ、猫アレルギーでしたっけ。あ、違うよなんでなん。それはなんでいや、怖いっすよ、怖いっすね。何、何やってるんですか。こんにちは。え、あ、千葉テレビです。お店の方ですか。あ、そうです、そうです。何のお店ですか。ナマステ。ナマステ。あ、これはいい匂い。ナマステ。これいい匂いしますね。ネパール。ネパール。すげー。ネパール料理。あ、お姉、お姉さんよ。ナマステよ。ナマステ。ナマステ。あ、おっきい。すごい、看板娘や。まさに。はい。え、いいですか、中。あ、どうぞ。やった。あ、すごい、ロケっぽい。急遽ロケをさせてくれることになったのはネパール料理店のジャイネパールさん。お邪魔します。すいません。ネパールね。わあ、すごい。お邪魔します。タチヒロシ。え、え、え、タチヒロシ。あ、タチヒロシと、タチ、え、ノンスタイルと、ノンスタイルさん。あ、すごい、木村カエラさん。マユー、マユー、マユーまで来たら、マユユ、マユリカ。あら、マユーって食べる方。ここ、ここ、ここ、ま、マユーの人。そう、そう。マユーね。ここテレビ結構で出していただいて、名物の店や。結構カレーの匂いがすごいですね。すごい走るよ。あ、こんにちは。あ、ちょっと、いや、いいっすよ。お姉さん今写真撮りましたよね。おい、やべえ、落としてる。ちょっと今撮った写真見せてもらっていいっすか見るだけなんで。あ、いいっすよ、いいっすよ。意識すんな、意識すんな、意識すんな。あ、全然じゃ、じゃ自然にはい、ちょっと、なちなこれやっぱセコいわ。後藤さんセコいよ。そんな選手権ないから。ナチュラルな写真全然撮ってください。勉強しろっていうの。全然撮ってください。全然いいですよ。おもろい顔偶然選手権。向野さんに会いに来たんですよ。やってんねん、勝手に。そっか。ありがとうございます。はい。座ろう。いやいや、後藤さんセコいやん。ルネサンス。できるとおもろい。ちょっとおもろいな。あれ、あれ、これでも弱いんちゃう。意外に。そうそう。あ、でもなんか線入ってる。あ、でもこれもしかしてこれかも。お、ビーケビー。あ、いいかもしれない。これいい顔しました。おめでとう。ありがとうございます。何この選手権。僕ら撮ったやつあります今。あります。あれですか、見て。写真を見せていただいて。おお。これ良さげやな。シゲナチュラル。あ、まあ、ナチュラル、ナチュラル。ナチュラルな。あ、いいや、いいや、いい、歯でかいな。いい、やっぱ歯でかいやな。おめでとう。よっしゃ、おめでとう。よっしゃ。どういう選手権だ。この後はバカリトークライブ。それでは千葉県イオンモール幕張新都心の吉本幕張イオンモール劇場で行われているバカリトークライブをどうぞ。じゃあテーマいきますか。テーマ、テーマこちら、あなたのお悩み解決。あ、そう、はい、これがメイン。福岡県がちょうどいいゆうさん、20歳女性の方、はい、あなたの悩み、エラが張っています。あ、職場でかわいそう。お客さんみんなこっち待ってるんだよ。職場でエラ張りまんじゅうと呼ばれています。え、めっちゃ張らしい。どれぐらい張ってる。誰か当てたよ。エラドムさんはエラが張っているのになぜそんなに強く生きていけるのか。あなたはなぜそんな辛くないんですかと。これ舞台に上がるの OK って言ったの。誰、いや勇気あるね、すごい人。よかった、どうぞ。
合ってないよ全然。エラハリ感もまんじゅう感も全然ない。ちょっと待ってる？ちょっと待ってる？そのタイプね。真ん中どうぞ。あのなるほどなるほど。あの俺タイプのエラじゃないわ。どういうタイプあんねんエラに。あるあの香取慎吾系のエラ。香取慎吾さんエラで見たことないんですよ。そうでしょ。合ってる？お客さんがめっちゃ綺麗じゃん。全然エラだ。いや全然。その先生堂々左側向この耳かけてくださいよ。先生堂々って言うんですね。合ってる？あ有村架純さん系。ああ美人だ。そうそうそう。有村架純さんも。可愛らしいやん。全然。全然。ちょっとエラチェックしますね。できんの？ちょっとこうかけてもらっていいですか？なんで？ちょっと触っていいですか？うん。すごいろ。いやなんか強いちょっと強め強めそんな心臓で横から見たらすごい顔震えてるから怖いからいや引っかかりよ引っかかりだからここのそう全然全然全然あのむしろ丸見やろ全然それエラじゃない請求2回してます請求2回してんのこんなもんやないかこれめっちゃ本来の自分との向き合い方をやっぱこの先輩に行くから学ぶべきよ。なるほどなるほど。マウスピースやね。おマウスピース。あの要はねこう寝てる時にね、ぐわーって激しいしてるんですよ。エラ張ってる人全員。なるほどなるほど。でも実はこれってストレス解消で、エラ張ってる人って辛抱強いんですね。それなんでかというと夜中にストレス全部発散してるんだよここで。エラ噛むことによって。そう、その代わり代償としてエラがどんどん張っていくんよ。すごい代償。でも朝起きた時のもう本当。あ、ほんまにこう冗談がこんなのよ。無意識で感じるよ。無意識で。ね、夜通しで筋トレしてると一緒やねんって。顔の筋トレ。毎晩夜中2トン、ずっと2トンぐーってやってねんて。マジか。だからもうマウスピースをして寝るんよ。ほんならマウスピースも1週間で破けたね。破けたね。無意識で噛むってことだよ。だからマウスピース分厚くしたね。すごい。だからマウスピースで1ヶ月で破けたね。すごいですよ。すごいですよ。いやでもまあでもめっちゃ綺麗から。そう、むしろエラが似合う顔ちゃうかな。そうそう、アジアンビューティーやから。アジアンビューティー注射がかかる。アジアンビューティーとしてちょっとファッションショーするじゃん。今ウォーキングみたいな。あーそっか、やってみる。いけるんすか。俺も出るし。いやみんなでさ歩いてウォーキングして。あーそうしようか。バクハリーコレクション2080! それでは本日のモデルさんに登場していただきましょう。どうぞアジアノーマルの方が出てこられました。東洋人代表の人が今出てきましたから顔の感じやめてさ、アンジェリーな顔やめて言いますね、そういうのを言いますけど、フードはならなかったな。トラさん出てきてるから。あ、体型はもっと。あ、めっちゃいい。やばいよ、めっちゃいい。いい、いい。ぽいぽい。若者ブランドみたいな。飯食いてきたおっさんだよ。なんでケチボコのボコ。こっちが今、大悟さん。わかりません。大悟さんガッチャリそうじゃん。大悟さん左手確かこうやってるな。あの二人でした。
ジャルッと幕張。